こんにちは、発行人の大川です。1月27日、冬季練習に励む札幌豊平リトルリーグの選手たちを取材した。同チームは学童野球とは違い、公式球を使用して行う野球チームです。この日は札幌市東区中沼にある札幌医療保健大学の体育館で練習が行われていた。リトルリーグと学童野球の違いは使用するボールが違う。プロ野球選手と同じ公式球を使用して行うことが最大の違いだ。しかしこの日は見た目は公式球そっくりだが、材質が柔らかいセーフティーボールを使用してキャッチボールからの守備練習が行われていた。今守備練習してたと思うんですけど、はい、野沢君はどんなことを意識して守備練習してるのか。守備では後ろに引かないで前に行って、なるほどですね。今ちょっとゴロ本球の練習してるんですけど、はい、結構こう体育館ではこの練習結構するんです。はい、なるほどですね。はい、どうもありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、金田ジョー君ですね。今外野の練習してると思うんですけど、どんなところをちょっと意識してやってますか。まず外野だから全力疾走、ボールに向かって全力疾走していて、ホームのストライク返球を意識しています。なるほど。これ普段からこういう練習してるんですか。はい、分かりました。ありがとうございます。今年の春からどうですか、活躍できそうですか。今6年生多いんですけど、今年なんかルールが変わって、5、6年一緒に対談になるので、6年生も抜かして頑張ってみたいです。今現在5年生。おお、体大きいね。頑張ってください。はい、はい、インタビューありがとうございました。金田君でした。練習終盤ではインターバルトレーニングでこの日の練習を締めました。札幌豊平の選手指導者の皆さん、取材協力ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。